前回までの玉筋マーブルチョコ首にぶら下げてお前現実こと現実を見なきゃ社会人だこっちやろゲームする時間も全然ねえんだよこれ何してんだおめえはおめえ命を無駄にすんなよなめてるクソガキにはよこうだよ知らんよちょっと俺ちょっとやばい情報仕入れちゃってこれはねちょっとねここで言うしかないよなっていうような内容で、ね、言って早くイラついたっていうか残念なことがあってとあるね情報を嗅ぎつけたんですけど、うん、ツイッター上にメロンブドウさんって方がいらっしゃるみたいで、うん、まあその人タマスタスリタイメンバーらしいんですけど、うん、なんかタマスタスリタイメンバー内のチチチレゲさんって人の、うんガチの悪口をですね配信とかしてないマジでオフの時にスクワットのメンバーでめっちゃ言ってたらしくていやーめちゃなんかマジあのクソ豚、ま、なんで俺がベジ出せないかんねんだってさあの空気さ断りんやん断れない空気作ってくるやんあいつらマジその時のチリゲ腹立つわって言ってたらしいっすガチの悪口じゃんあれは情報操作されてるあれは違うでも言ったことにはそれをそのセリフを吐いたことにはわかんないっすけどうわこれ配信とかじゃないですからねプロレスじゃないですからねどこにも流れてないオフの会話で、うん、あのクソデブがって言ってたらしいですからはいはいはい、もうね、はい、意義あります、はい、なんですかあのねあの時やってたメンバーねキッズたちが多かったのよでねもう話がね盛り上がらんなと思っててね、うん、そっから動画の話になったのよでその流れでノリっすかねその、うん笑いよっとるじゃないですか、なんかそういうノリで言っちゃったって感じっすね、別に悪意はないっすよ悪意はない悪意は全然ないっすだってまず言ったことに対して言い訳するしね、謝んないで、まずはいや、すいません、ほんまにすいませんでしたもう遅いよいやでも本当に思ってるんだったら謝らなくていいよ俺は、まあそれでもまあ、頑張っていくけどまあでもね、僕はメロンさんに心を傷つけられたんですけど、まあ年下ってのもあってねちょっと調子に乗りすぎたかなってもうちょっと控えていきたいなと思いますいやそこは謝る時じゃないぞ俺が悪いいや僕がほんまに悪いですねそういうそう、まあ、口走っちゃったっていうかねそれならまあまあパンチパーマで許してあげるかお寿司お寿司おいしいお寿司おいしいおめえ殺すほんとにお前おめえどんだけ俺のサブチャンネルの動画見てんだよタモさんチレゲの動画見た脱毛しましたタモさん出てるよあ？え？ホタテ美味しい。よしこんばんはって言って。こんばんは。こんばんは。おたえ？うんだよ。おたえだ。おたえさん。GT 一緒にやんないの？おたえは。佐々木さんが許してくれません。なんで？なんでなんで？DV DV DV。聞いてないんだ。最悪だそれは。最悪だそれは。おたえさん的には来てもいいの？あ全然。いいの？いいのえ、じゃあ呼びましょうよね、佐々木さんお前ら頭おかしいだろうがなんでそんな嫌がんのなんかさ、他人におたえさんがさ、可愛いとか言われるとめちゃくちゃ嫌がるよね俺の女だじゃあちゃんと愛してるってことちゃんと言えよ、心込めてよ愛してるよなんだこの空気バカ野郎言っちゃ恥ずかしいやつやおたえさんやりましょうよいや、やりたくないってGTA いやマジでじゃマジ GTA やつマジで一回ちょ佐々木さんちょ静かにして一回変わって答え答えですよおいバカにしてるとかお父さんバカにしてるじゃんなんですか自分の奥さんめっちゃバカにしますやんでもすごいやっぱなまってるねそうですか殺すおめえは本当に声ガッサガサおたえはさ、コメント欄でさ、可愛いとか言われてるけど、それについてはどう思うの？いや、別に何も思わない。何も思わない？佐々木に言われるのとどっちが嬉しい？コメントかな？これやまい。最近の佐々木どう？なんか面白いことしてるよ。最近の佐々木。マジでもうザコシがうるさくてうるさくて家待って待って待って家でもザコシしてんのえうぜえもう見ててぐらいしてくるからうぜえうざいやつうざがらみうざがらみでザコシしてくるのそう言っちゃってる言っちゃってるいやだったで巻き戻ししてもう一回ザコシ見せてきた
うわ、きつ。やば、ガイアコットだよこれ。答え？行っちゃってる、やっちゃってる、行っちゃってる。全然面白い。今の気持ちちょっといつか。うん。行っちゃった。しっかりリアクションたらしい。今俺おたえさんの気持ち分かったもん。何回も分かったね。何回もそんな言っちゃってるとか言われたら、俺言っとけばおもろいと思ってるみたいな。いや、おもろいとか思ってないけど、お前の反応が今悪いんだぞ。分かった？誰ガチの？パワハラじゃんお前。会社でもお前そうだろ、後輩に。いや、もう一回やるからちょっと笑えよ。いや、言っちゃってる。ミッション行こうぜ。おたえもかわいそう、こんなの。俺はね、今日 GTA やるから、Twitter でもね、書かれてましたよ。おたえに。この間はナイトミュージアム一緒に見る約束を破られ、そして明日はイットを見る約束だったのに。先生、我々おたえ一同は今後約束をしないことを誓います。おたえだけおたえ寝ます。まあ真相言ったらブチ切れだよね。うん、うわうわ、ヨガか。ヨガやってんの？健康オタク。おいすごいな、胸筋が。あらあら、なにこれ、逆風。はっ、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 え、急に急にパッと始まる。いや、GTA だよ。GTA だよ。あ、すいませんでした。コットも終わったんだ。うん、タモさん今コット捨てたんだからさ。コットの話やめろよ。コット捨てたとか言うな、おめえは。この前2時間やって一回も VC 見つかんなかった、もう。ここ、お、当たってんのかよ、それは。当たってねえだろ、どう考えてもよ、お前。やばい、来た、来た、マジで来た。いるいるよ、待って。あ、は？うーわ、あ、きちいな。うーわ、うわ、うわ、マジできちいな。いや、メロンブドウが死ぬから。いやいや、人のこと言えないですよ。え、やべ、ごめん。おい、何してんだ、佐々木、お前。めっちゃ死んでますやん、お兄さん。ナイスナイスナイス。佐々木さんが下買ってる。ナイス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 。いけんじゃない、これちょっと。いける、いける、イケメンパラダイスだ、これ。ちょっとでいいから、しっかり回復していけよ。いけいけいけー、タマホさん。あとあとある、あとラストラストラスト。やばい、めっちゃ落ちてきてる。いや、止めて。3人やった、3人やった。やばいやばい、ちょっと一回ヘリ、ちょっと奥引いてヘリ対処しよう。一回ちょっとメロンメドを引いた方がいいんじゃない？大丈夫か？いやいや、ここでフィーダーの地位を騒がせるな。よし。おい、もう。え、誰だよ、押したの。メロンブドウがさ、隣から来てマジで押しやがったよ。マジで押しやがったよ。いや、もうほんまにダメですよ、そういうの。突撃よし、押し込む。あ、弾幕でいける、これ。あいつ死ねえ。お、死ねえ。え、いやー、タマオさんアグレッシブすぎ、それ。あぶねえ。上いる、上いる、上いる、上いる。ちょっと、あ、回復した、よしよし。よし、こっち飲みます。いいね、いいね、飛ばすぞ、飛ばすぞ。俺、大丈夫だろ、メロンブド。俺、大丈夫だろ。防弾チョッキ来ますよ。俺、防弾チョッキなしだけど。おい、緑の毛、止まってもいいんだけど。おい、止まんじゃん、この毛。ケツ、マジで決まるんだけど。仕事してる。ジャガロー来た、ジャガロー来た。うわ、ジャガロー、マジじゃん、マジやばい。ジャガロー来てますって。やった、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 やった。ジャガロー死んだ、ジャガロー死んだ。タマさん、もう。あっち、あっち、あっち、あっち。よし、ここから、ここから。うわ、やっとだ。やった。ヘリ乗ってこ、ヘリ乗ってこ。エレベーターに戻ってこい。ヘリ乗ってこ。大丈夫よ、任せとけよ。だからさ、違うんだって。そっち助手席。おい、もう本当に嫌だ。マジで一、もうだ。朝青龍。モンゴル800？あ？モンゴル800。モンゴル800。あまーよー。カリーシだろ。マチや。あ、死んだ。おい、マジか。おい、死んだ。え、嘘やん。なんで？マジフォートナイトしたいんだけどね。朝勝利のとこ帰ろ、モンゴル。もう絶対あのグレネードとかやめろよ、これ。どうせあれだろ、コメ欄でさ、こうやった方が楽なのにとかコメントしてくるバカいんだろ、お前。気持ち悪い。てめえ全部楽して生きてる。なんで今からもう喧嘩売ってんだよ。やっと終わったよ。え、これで9000円しかもらえんの？
やばこのミッション。佐野さん、クソクラの前で今度やってこれ。これも俺クロックス履いてんだけど。クロックスね。これクロックスで、これクロックスなんですけど、あ、フォートナイトクロックスです。今回ご紹介いたしますのは、ハイグレタマオという選手になります。この選手は、クソククランをはじめとする上手いプレイヤーにキャリーされすぎた結果、自分が上手いと勘違いしてしまった悲しい生き物になります。それでは本編ごおお、負けダイエット企画終わった記念で、はい、寿司を頼みました。いただきます。なんだろう、なんだこれ。僕はね、いつもいや、知らんよ俺は、うん、銀の皿で知らんよ、別にリアクションしやすい動画とか誰も言ってないガリはね、大人になってから好きになりました。僕がちっちゃい頃から好きでした。これどういうアングルだ。今日何も食ってねえからな。めちゃくちゃ美味しい。この動画何だったんだろうな、本当に。おい、てめえバカにしてんだろ、これ。いやいやいや、バカにしない。いやいやいや、だって美味しそうやな。面白い。俺もお寿司食べてたんですよ。今食べたやつ。あれ、美味しい。縁側だ。縁側だ、美味しいな。縁側だ、朝。縁側だ。さあ、縁側。あ、じゃあ僕タコだ。縁側、縁側の時バカにしてんじゃねえか。美味しい。いやいやいや、いやなんか、ね、あーダメだ、やめろ。お寿司美味しくなるかな。みんなの顔のイメージとどうだろう。何これ、サーモン乗ってんの、あの。違ったのかな。これいくらいつも最後に食べる。でも俺顔平らだからな。ちょっと弥生時代みたいな顔してる。あー、ちょっと弥生が。動画にもならない誹謗中傷してない。じゃあこっちも。めっちゃこっち見るよ。なんかすごい平凡な顔してるよ。いいじゃん。おいしいですか。じゃあそこオチまでちゃんと考えてるでしょ。パンチパーマまでね。軍艦おいしい。本当ですか。会話が成立した。やばい、お腹いっぱいになってきた。いや、かわいこぶるなよ。最近すぐお腹いっぱいになっちゃう。玉尾さん、やばい、編集しなきゃいけないね。玉尾さんはダイエット動画の編集中です。今話聞けよ。おいしいですか。うん、だって美味しい。待ってね。ああ、ホタテ美味しいだって。お、どうしますか。ホタテ美味しい。バカにしてんだろ。え、いやいやいや、え、でもタモさんこれからもこういうあの、サビ半端ねえな。なんか料理系、顔平たいですね。食べる系のやつ出すんですよね。が美味しい。そうだな。いいか、楽しみですね。違法天才と言われても過言ではないってことで。違法天才以外に犯した罪があるだろ、他に。え、名誉毀損だよ、こんなの。バカにしてんだろ。いや、でも作ってて楽しかったですよ、やっぱ。はい、クリエイティブだなって。